にちは、まーです。指先をたくさん使うおしゃれなツリーを作っていきます。材料はこれ。作りながら見ていきましょう。それでは早速作っていきます。色画用紙を半分に折ります。こんな感じで折ります。出来上がってから内側少し見えますので、両面折り紙や色画用紙など両面に色がついているものがおすすめです。こちらの縦部分は袋になっていません。ピラピラ開く部分です。こちらの長い辺の部分が袋状になっています。開かない部分です。こちらに1センチほど残して線を引きます。そしてその線からまっすぐにこのように線を引きます。1センチ間隔ぐらいで線を引いてます。そして最初に引いた線までこんな感じでハサミで切っていきましょう。指先を使うっていうことは脳の血流がアップして脳や神経の発達を促すのに効果的だと言われていますが、脳の血流をアップさせたいのは子供だけではありません。いろんな世代の方に楽しんでいただきたい工作です。今すごくゆっくり慎重に切っているんですが、この作業がとっても大事になってきます。出来上がった時の仕上がりに響いてくるので、慎重に丁寧に切りましょう。切れたらこの真ん中の部分に両面テープを貼っていきます。端まで来るように両面テープ貼ってください。それではここからツリーの形を作っていきます。長い方のピロピロを持ってこれをくっつけていきます。ずっとこの後交互にくっつけていくんですが、まずはこっち側って決めたら次は反対側です。両面テープがこの部分にあるのでこんな感じでくっつきます。これを続けていきます。最初にやった方をくっつけて次は反対側です。これをこんな感じで繰り返して作っていきます。上まで来たらこの上側部分は丸くカットします。そしてここに星やポンポンなど飾りをつけてみてください。これがツリーの上側になります。そしてツリー本体の部分にも飾りをつけていきましょう。こんな感じで紐をつけると飾りやすいです。最後までご覧いただきありがとうございます。いいねやチャンネル登録、コメントお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。